新電力の中には、はい、ちょっと多分これを見てる人も分かるようにちょっとインタビューみたいな形で言うと、こんにちは、増山瑠奈です。今私は、東京で脱原発活動を25年間やってくれているたんぽぽ社に来ています。で、実は来年の4月から電力自由化といって、大きな電力会社から、電気を買う先を変えることがついに市民の私たちもできるようになります。でも一体どこでどの電力会社に変えればいいのっていうのが私やっぱりまだ分かっていなくて、の柳田さんに教えていただけたらと思います。柳田さん、今40歳ぐらい、これ広瀬さんのメモで40歳ぐらい、もうちょっと続きますけどね、はい、ただその中にはね、はい、新電力といっても、はい、東電や、はい、これは関西電力がね、はい、ごまかしてね、はい、そう、自分の会社をスルッとこう入れてくる例もあるんで、はい、それはちょっと気をつけないと。なるほど、うん、で今のところこの間広瀬さんが言ってた、はい、とりあえず信用できそうな一番実質的なエネットがおすすめらしいです、うん、はい、うん、でただ値段その他はね、エネットっていうのは東京ガス、大阪ガス、 NTT で作った。ああ、そう、 NTT も一緒にやってるんですか、うんうんうん、でこっちの E-REX なんかは、はい、ちゃんと実は電力会社の資本が入ってるんだね、東芝。あ、本当だ、いい、うん、ご注意ください。原発、はい、いいですか、原発問題で買い先を変えたいなという方は、E-REX は日立、東芝さんなどの電力、原発の開発の会社も出資しているそうです。へ、あとこれが、こんなに、これは広瀬さんが話した全文が起きてますから、はい、1時間20分ぐらい、こちらがタンポポ社の1000円のシリーズで買える DVD となっております。タンポポ社にご注文いただけたらこれが手に入れられる、はい、いいんですか。私ちょうどそれを知りたいなと思っていて、東京の方でこんなに選べるんですか。この登録された40社っていうのは全国でっていうことですかね。まあ東京が多いですね。東京で、いや全国はいっぱいありますよ。へー、だから来年の4月1日からは、はい、原発電気さようならと、はい、東電さんご苦労さんでしたと、はい、原発電気さようならと、はい、だから新電力で原発電気でない会社が、はい、いよいよ本当に使う電気も脱原発、はい、はい、今再稼働も阻止ということもありつつ、本当に原発を使っていない電力会社の電気が買える時代がついに来ましたね。はい、長かったですね、はい、読み上げます。 F パワー、 E-REX、 E-REX 販売1号、 E-REX 販売2号、 E-REX 販売3号、 DS パワー、 SE ウィングス、 E-CELL、 エネット、日本アルファ電力、伊賀、津賀川、なんだろう、読めない、昭和シェル石油、ケイオプティコム、これが関西電力の子会社です。エネサーブ、サイサン、ミツロ、ミツウロコグリーン、ミツウロコって言うんですね、ミツウロコ燃料会社なんですか。トラスティルグループ、こういうので電力をその契約を変えるっていうのはどこに行けば契約変えられるんですか。具体的にどういうふうにやるかっていうのが出てくると思うんですけど、はい、基本的にはどことでもできるような感じになってくるはずです。ただ、はい、日常的に各家庭に入り込んでるっていうのは、はい、ガス会社が一番なので、はいはい、一番やりやすいのはその系統かなとは思いますけどね。それ例えばコンセントの形を変えるとかそういうことはしなくていいんですよね。お金を電気を作るところとお金を払うところを変える、はい、しかもこの電力を買い替えるとちょっと値下げするということもあるんでしょうか。この辺はね、はっきりしないんですけど、少なくとも高ければ契約してくれないでしょうからっていうので、はい、うん、それなりの値段が出てくると思います。ああ、それは本当に嬉しいですよ。最近電気がどんどん高くなって、はい、一般家庭においてね、10% 値上げとかいきなり言われたらめっちゃ困るんですよ。
なので我々としてはあくまで原発電気をさよならが中心だから、はい、安いからっていうわけではない、そっちがメインじゃない、はい、これが、はい、この人、これ2回目の学習だよね、はい、本人のこの最後の、はい、この辺読んでます。